ビバリーのポンコツ・ラディオ・エピソード434月27日のポッドキャストです。お知らせです。来週ゴールデンウィークはいくつかイベントがあるのでぜひ皆さんチェックしてください。そしてあと1ヶ月半くらいで私のバッスデーライブがあります。6月9日、バ y s p ースペシャル・ギーク。 楽しいイベントにしたいのでぜひ皆さんお越しくださいそして12月28日 ZEPLIVE のチケットはただいまオフィシャル二次選着選考受付中です絶対満員のお客さんの前で成功させたいです皆さんぜひぜひチェックしてくださいそれでは今週も Let's start! あさみさん もうすぐゴールデンウィークゴールデンゴールデンもうすぐゴールデンウィークですけど、はい、フィリピンはゴールデンウィークがない分、うん、夏休みが長くてうん、うん、4月から5月まで2ヶ月間夏休みなので、うんうん、その間は海でゆっくり休んだりします。はい、もう40度まで気温が上がるので。うん かき氷がとても人気があります。え、みなさんはゴールデンウィークのプラン何かありますか？あさみさんも。私は仕事ですよ。仕事です。そうですね。私も仕事ですよ。はいはいはい。でも私はテレビで特集を見てエビエビ焼きというものがすごく気になったので食べていきたいな食べに行きたいなと思います。あのさっき調べたら。 はいエビエビ焼きって言われてえ何エビエビ焼きと思ったら私も全然わからなくてあのエビなエビなサービスエリアで売ってるみたいですよエビエビ焼きエビエビ焼きあれですよねあのたこ焼きにあのタコじゃなくてエビ それが食べたい。それが食べたい。でもたこ焼きはタコの方がいいんじゃない。いまあエビ好きだもんね。エビ大好きだから。そうね。ゴールデンウィークじゃなくても。食べたいなと思います、うん。ゴールデンウィークじゃなくても売ってるんじゃない。え、だから。ね、あれだよね。きっとなんでサービスエリアなんだろうと思ったけど。みんなゴールデンウィーク出かけるじゃん。そうですね。で車で行くときに。そのサービスエリアによって、はい。どうですかっていうことできっと特集されてたんだろうね。うん、はい。 そうですね。ゴールデンウィークとか混んでるんだろうな。絶対に。うん。どこも行っても混んでそう。そ,うそれだけじゃなくて、もうん、外国人が多いですよね。そうね。はい、外国人が多いのはもう今でもすごい多い。うもうずっとずっと多い。<う>ここの写真撮って何が面白いんだろうなっていう。<laughs> もうセンター街とかめちゃくちゃすごいよね。いやセンター街はやばい。もう私絶対今、まあ、この前前も言ったけど。はい。 あのセンター街でビデオ撮ってる人たちのやつに絶対写ってるよねあ私も何回か <laughs> そうかねそう100%毎日写ってるんじゃないかなっていうぐらいに必ず誰かが撮ってるもんねはい私より浅見さんの方が毎日写てるからねそうですねほんとなんかいつかピースしてやろうかなみたいなそうそれやった方がいいと思うああ日本人は本当に優しいねというなんかいやもう本当になんかこうみんなうつむきながら写っちゃいけないんじゃないかみたいなさ <laughs> そう,ですよ、ねそう そうでもなんか例えば右に行ってもなんかカメラもありますよねどこに行っても左に行っても誰かがカメラを構えてるからそううですよよねねも避けられないだからすごい堂々と歩くことにしてるいつもしょうがないから。でも逆にゴールデンウィークで多分日本人の皆さんはえっと渋谷とか。 め絶対混んでると思ってるから他のところに行ってそのセササービスエリアとかいや違うよ違うよ違うよ違いますゴールデンウィークはみんな休みが長いはいね一番長い人はおそらく4月27日からうんと5月の5日まで5日までですねはいすごい長い休みの人とかはわざわざ渋谷とか来ないで旅行に行ったりとかそうロードトリップですよねそう車の人もいれば 飛行機とか海外に行く人もいるし、うん、新幹線とか、はい、すごいど,どこか遠く行きたい、はい、なんか観光スポットってあるじゃん。そうですね。はい、東京じゃないなかこう観光スポット、はい、そういうところがすごい混むんですよ。そうですね。なんか渋谷とかの方が空いてると思うよ。え逆に？まあでも渋谷ぐらいだと行ってみようかって言って混んだりするか。そ,そうですね。あ例えばなんか大阪の 方か方は、うん、あの大阪じゃなくてなんか東京に行く人もいるかもしれないですね。可能性あるね。はい。ゴールデンウィークにどっかでかけたことでもあるかな。あの子供の時に、うん、あのゴールデンウィークはどこで行きましたか。うんちょっとせっかく振ってもらったのに大変申し訳ないんだけれども私の両親年中無休ってわかる？はい、年中無休 <laughs> 無休 年中無休お休みがなかったの。1年間 1> あそうですか？毎日働いてる？えー、あのお店やってたから、はい、ずっと働いてて。あさみさんのと親ね。はい。だからゴールデンウィークも、はい、なんか家族でどっか行ったっていう。あれが全くない、えー、友達と。 うーんどっか行ったりしたのかななんかもうどこか行っても絶対混んでるなと思って、うんはい、家にいるタイプだった気がする<ー>休むとにかく休むみたいなはい全然覚えてない旅行に行った記憶も<ー>あと高いしああそうですねゴールデンウィークだと高い,高いと思いますねだからわざわざ行かないかな、うん、でも多分私は肉に行きたいと思う肉<ク> 日光行きたいですね日光じゃないですが日光です日光行きたいですねそれは前行ってたじゃんそうなんか行ったことあるけど、うん、なんか一日だけだから、うん、あのもうもったいない足りなかったってことね足りなかったうん、うん、本当にたくさんの,あの観光スポットがあるからそこまでは行け,けなかったああ全部ね回りきれないってことね日光、はい、って あの1日は本当にもったいないなですよね、うん、日光に行ったのはもう小学校の思い出ぐらいかなそう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 、えー、学校の旅行で日光行ったような気がするみたいな、えー、なんかもっと遠いとこ行けばいいのにもし休みがちょっと今回のゴールデンウィークは無理だけど、ねはい、日本のさなんか北海道から沖縄までいろんな観光スポットがあるからさ、はい なんか調べて行ったらいいのにこんななんか近いところばっかりじゃなくて、はい、でもまずは日日光に行きたい日光日光に行きたい日光に行きたいんそんな日光にハマってたまあいいよ日光もいいですけどねもう自然が綺麗ですうんうんうんまあね<当>自然が綺麗ねそう静かだしリファはなんかあれなんだよな多分そんなにいろんなところに行ってないからそうですねそうなんかもっと日光は日光でいいんですよ <laughs>、はい、<laughs> 日光は日光でいいんだけどなんか もっとなんかいろんな観光スポットがあって自然のがすごいところがいっぱいあって、はい、なんかそういうところにい行ってみたりすればいいのになと思う、うんはい、すごい楽しいと思うよそうでういろんな日本が見れてはいまずは日光 <laughs> 日光でも <laughs> <laughs> まずは日光に行きたいですそして北海道とかも北海道は結構、うん あの広いいじゃないですか結構どころじゃないよ東京から名古屋ぐらい大きいだからそう、うん、だからそこのなんか観光スポットまでわからないけど北海道は北海道は、はいえっと、じゃあここに行きますって言って行ってあっちもこっちも絶対回れないからもうどこかだけしか回れないう,うん無理<ー>あのすっごい長い期間行かないと、はい、ああロサンゼルスみたいですねうん全部は無理よ うんだって北海、はい、東京から名古屋まで一日で無理って確かに、うん、そう新幹線とかも必要ですよ、ね、しかも東京とさ名古屋の間にさねいろんなものがあるじゃん、はい、いろんな県があっていろんなスポットがあるじゃん、はい、それ全部回ってたらもう1週間でも回れないと思う、はい、北海道は<ー>なんか日本の観光スポットみたいなの、はい、ネットで探して なんか行きたいとこリストアップしてへ行ってきたらいいと思うよ本当になんかこんなに長い期間日本にいるのに仕事で多分行ってたと思うけど仕事で行ってるのって全然違いますよねあと観光スポットに行けないじゃん行けないですね駅に着いたモールとかでそうそう駅に着いた瞬間車で移動してさはいそこに行ってはい仕事してくださいってご飯ご飯ぐらいはなんかこうその地方のも食べれるけどはい 終それでそうですね絶対自分で行った方がいいよはい、はい、絶対楽しいと思うそうですね、はい、でもこのこ今回のゴールデンウィークはいけないけどそうだね今回はちょっと行けないね,そうですねずっとなんかあるねそうですね、うん、ライブがライブっていうかあのイベントもあるから、ね、イベントもありますよね、うん、だからなんかそのなんかまだプランがない皆さんは私のイベントにも 遊びに来てくださいすごいすごい締め方し <laughs> ぜひ5月2日はハグロック5月3日はハーベスト5月4日は、えー、ガッチャードのイベントですね。ガッチャードのイベントは多分配信があるのでもうチケットはないのかなガッチャードの方は。多分2日と3日のやつはまだまだ。はい 変えるのでねはいそうですねだからぜひ皆さんまだプランがあのゴールデンウィークのプランが、えー、ない方は私のイベントにも私のじゃないけど、えー、私出演するイベントにも、えー、遊びに来てください <music> 今週のフィリピンのおすすめおすすめというより、うん 今回はフィリピンの歴史の話なんですけどフィリピンの言葉の中で日本語が語源になった言葉があるって最近知ってじゃけんぽいこれは日本のじゃんけんぽんこのゲームは日本のゲームじゃんけんぽんですあとはカバンフィリピンの発音はカバンですフィリピンもバッグはバッグなんですけどお米用の袋のことをカバンと言うんですよねそして カトルこれはか,取り線香から来た言葉ですそして炭酸瓶のキャップのことなんですけどこれは日本語の炭酸シュワシュワの炭酸から来た言葉です最後に「てか」これは「待って」という意味なんですけど日本語の「ていうか」から来た言葉なんですよ。そのの最後のやつがすごいね、うんはいねは ていうかなんてさてかなんとかなんとかだよねみたいなことを日本人も言ったりするけどていうかって、はい、結構最近の言葉っていうかていうかって昔からあったのかな日本人使ってたのかなそれそこまではわからないけど、うん、てかはいつから知ってるの みみたたいいなな感じです待ってってことなんですかはい待って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 みたいな<ー>そうそれをそれを使って多分あの全然違う使い方うんであの日本日本人の皆さん前はフィリピンで何年間くらい住んでフィリピン人は聞いていい感じっていうかあの 日本人がフィリピンフィリピンに住んだ人が教えたっていうか教えたじゃなくて聞いてああこれを使いたいみたいなはいそれでんかフィリピン語になりましたあ勝手にそう使ってそれはんか意味も勝手につけたってことへえじゃんけんぽんって日本語なんだじゃんけんぽんって日本の「はい」 でもジャンケンポンってどの国もあるでしょう。はい、あるけどあのタガログ語でバトーバトーピック。でも、うん、あのジャケンっぽいもあります。あ、二つ言い方がある。そうです。へえ、面白いね。そう、なんかジャケンっぽい、ありありほい、シーノマタードシャンガラスみたいな歌もあります。えー、そうなんだ。はい。そんなこと日本の言葉が影響して、はい、なんか可愛いとかはあるじゃない。はい。 結構海外でもそのまま可愛いって言われるとか、はい、それぐらいは知ってたけど、はい、なんかそんなカトリセンコがカトルになってるとか、はい、カトルは結構もうみんな知ってますよあそうでもカトリセンコまでは知らなかったうんカトルはカトルだ,だと思ってたってことでしょう。はい、カトリセンコウが語源になってそうすごいねそう私もなんかこれを見て調べた時にあ。うん え本当にびっくりして、うん、普通に使ってるから、うん、フィリピン人は面白いですよねすごい面白い発見やっぱりなんか言語が面白いなと思ってだからもうフィリピンに行った時に「じゃんけん」とかこの全部の言葉「でか」とか「うん、あの炭酸」とか、うんえー、機会があれば使ってみてください 今週のエンタメのおすすめはシェフ三つ星フードトラック始めましたです。アイアンマンの運転手だったハッピーって覚えてますかそのハッピーが監督、脚本、主演を務めた映画で、この映画の中にもアベンジャーズのキャストが出てくるんですよね。まずはそれにびっくりしました。シェフというタイトルから まさにシェフの人生を描いた映画なんですけど仕事の大変さや仕事と家族のバランスを描いたとてもハートフルな映画です。SNS のいいところとか悪いところも描かれていて考えずにポストすると自分や自分のキャリアにも影響するんだなと本当に思いました。 その SNS によって仕事を失ったカールがフードトラックという仕事を見つけて旅を続けていくんですけどカールが息子に言った「いい夫でもいいお父さんでもないけど料理はうまい」と言った時のシーンがすごく大好きです。なんか本当に料理にパッションがありますよね。あさ,みさんはどうですか 確かに、ね、この映画を見たのは多分あのア,イアベンジャーズのシリーズを見終わった時に、はいはい、えその後だよねこれやったのその後かなうんおそらく「ハッピーが出てるよ」って言われて「うん、えハッピーが出てるの?」と思って見て、はい、そしたら、はい、まあさっき言ってたようにアベンジャーズのキャストを何人か出てるそうそうはい でなんか全然あのアベンジャーズのあの激しい感じじゃなくてほ本当に日常を描いてて <laughs>、はい、まあその時の何今のこの時代、はい、SNS で人生を台無しにされてっていうか、はい、自分がいけないっていうか、うんはい、あれだけどさっきの,あのビバリーが好きだって言ってたシーンはあれねあのフードトラックを始めた時に自分の息子が手伝ってくれるんですけどその息子が。 なんか最初あれだよねタダで配ってたんだよね自分のフードトラックを広めるために、はい、人生の再起をかけたチャレンジだったから、はい、フードトラックは、はい、だから味を知ってもらったらお客さんが増えると思ってタダで配ってた、はい、そしたらその息子もお手伝いをしてて、はい、息子が焼いた何かがなんか焦げたんだっけ焦げたパンは9番<ー>のサンドイッチ。そうでも 別にただだからこのまま出せばいいじゃんみたいなことを息子が言った時に、うんはい、なんか俺はそういう心がちょっと好きじゃないじゃないけど、うんはい、いいお父さんでもなかったけど、はい、料理にはすごいちゃんと信念を持ってやってるんだと、うんはい、お前はそれでもあの自分が焦がしたあれを出すのかみたいなはいそれでいいのかっていう子供に対してね。うんはい そうだから奥さんともあんまうまくいかなかったり、はい、会社ともうまくいかなかったりするけどそ,うそしてその子供にそんなに何ですかね愛してるよと,いうとなんかあの言葉であんまり言わないけどなんか、ね、そアクションだけじゃなくてその経験によってそしてい,いろんなものをいろんなあの料理のことを、うん、あの全部教えて。 あげるから、ソウ、うん、そ,そ,それで、なんか愛してるよって伝わりますよね。愛が伝わると、ね。愛が伝わりますよね。うん、そうそうそう、はい、だからなんか。その。フードトラックを通じて、なんかまた。こう人生が巡っていくっていうか。本当、はい、ハートフルで、すごい見た後も、うん、あ、良かったなっていう。そう。なんか大きな波はないけれども。ないですね。うん、でもまあ。はい すごくいい、なんか休日とかに見るのに良さそうな。休日。お休みの日。そうですね。はい、それともなんかゴールデンウィークで。これを見ると。はい、いいと思います。もうすごいですね。やっぱり夢があったら。もう。本当に集中すれば、何でもできますよね。うん、うん、うん。それがすごい。はい。いや、本当、見習うところもたくさんあるし、見習いたくないところもたくさんあるけど。はい。なんか。もう。 最終的にすすごいほっこりする映画そうそしてなんか「ハッピーは」は、うん、これはシェフの話なんですけど、うん、あのなんでこの映画を作ったかというとあのずっとその大きい映画に、うん、あの出演してでも改めてなんかそのシンプルじゃないけどなんかアートフルなの映画を作りたい。うんうんうん なんかリセットしたいい気持ちすごわそうその気持ちでこの映画を作りましたあんか理解できる気がするなんかアベンジャーズとかやってたらちょっと疲れちゃうもんねそう激しくてでも多分もともとハッピーはあのハッピーっていうのはそのアイアンマンの時のあれですよジョン・ファブローさんねジョン・ファブローさんこの時の主人公はカールっていう人ですねはい もともと映画とかその映画のアートは好きだから、うん、多分この,あのアベンジャーズの方だけじゃなくて、うん、多分広げたいいと思いますそれでこの映画を作りました、はい、すごいですよねいや素晴らしい,素晴らしい映画だと思うあと細かいキューバのサンドイッチとか、うん、作った料理は本当に何かシェフみたいなそれはすごい。 ちゃんとあの細かいそ<う>あの細かいこだわりがあってね、や、はい、ってるってことよね。そう、それが本当にすごいなと思います。だから皆さんぜひこの映画シェフ三ツ星フードトラック始めました見てみてください。<music> そろそろお別れの時間です。でもあさみさん三百六十六日見ましたか？はい、ドラマね。ドラマ第三話だっけ？はい。 そ見ました見ましたちゃんとビバリとビバリと離さなきゃいけないからはい今週のエピソードは本当に良かったですよねなんだっけあのその友達一人友達がねあのフォトグラフの友達はメガネくんなんていう名前だったメガネくゃったやばい私もうんとメガネくんとハルトだっけハルトちょっと隔室があったんだけどはい。 そこがちょっと雪解けしていくっていうねそうですよねでも基本的にハルトがいい友達ですよね多分あのメガネ君は多分、うん、あのあの静かな人で、うん、多分声をかけられなかったら、うん、学校に友達がいないと思いましって言ってたんですようんうんうん、うん、言ってたかもそうそれはハルトのいいところですよ <laughs> そうだね <laughs> はいなんかちょっとお兄さんみたいなそうお兄さんみたいで そしてそのナンバーツリーのあのあ写真ね写真は多分それもハルトのあの関係もありますねそうだ言ってたじゃんだってそう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 関係もありますねあのハルトと最初に話したのがあのナンバーツリーの木のところだったからこの写真を撮ったんだっそれはいいところですねメガネ君めちゃくちゃハルトのこと好きじゃんって思ったけどねでもなんかあのまあいろいろあったねそういろいろあったけどなんかすごい あの全然なんですかね喧嘩ししなくてもいい話でしたよねうんそう思うけどうでもやっぱりメガネ君は若かったし、うん、そうですね多分それ,それでねなんかそんなにこう裕福でもないから、はい、なんかこう自分の中でうまく消化しきれなかったっていうねやっぱ若さゆえだよね、うん、大人になったからね、はい、よかったんじゃないでしょうか。そうですね、うん なんか次のエピソードでハルトが目覚めるからめちゃくちゃ楽しみですね。うねうん、楽しみ。目覚めてどうなるか。そう。それがそうアスカのことも忘覚えてるかなという。あ、そっか忘れてるかもしれないのか。<う>確かに。だからめちゃくちゃ気になりますよ。確かにね、はい。なんか私のイメージは三百六十六日に、うん、あ違うあのあの今年の 12月31日、うん、目覚めて、うん、そしてそれであの最後のエピソードだと思ってたけどああ目覚めないと思ってたのねそうずっとそしてその中でなんかいろんなこといろ,んいろんなことは悩むことはなくなるというイメージでしたあでも,でも目覚めた <laughs> もう目覚めないと話続けられないからね <laughs> 十何回も春と <laughs> なしのあれはなかなか難しいもんねそうですよねでも本当に楽しみです、はい、皆さんもぜひ見てみてくださいそれでは <laughs> SEE you guys next week bye!